中国のおから工事は悪名高く、住宅や商業施設、道路、橋梁など、どの建築物にもおから工事の可能性があります。今年2月19日、広西チワン族自治区賀州市にある浦東大橋は突然崩壊しました。報道によると、同大橋の建設費は1400万元に上り、2015年に竣工したばかりで、さらに驚くべきことに、断裂部分には鉄筋が一切なかったといいます。これにより、この橋の設計や施工に深刻な問題があったのではないかという疑問が生じています。中国では橋梁崩壊事故が頻繁に発生しています。中国の検索エンジン、バイドゥで関連するキーワードを検索すると、過去3年間、中国各地で数十件以上の橋梁崩壊事故が発生したことが分かりました。さらに、これらの橋梁の使用期間が非常に短く、多くの橋梁が完成して数年、場合によっては数ヶ月で崩壊しています。以下は近年の中国で起きた一部の橋梁崩壊事件のリストです。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。